マンホール。オープニングから鶴見緑地というパターンは割と珍しい始まり方や。花博の後やね。公園の木もちょっとだけ色づいてきたかなって感じな。みんなしっかり遊んどるかねっぴーほーしです。キャンプも行きたいところなんですが、ちょっとまだ左手治らへんな、ほんま。一月経ったんですけどね。晴れた日の真っ昼間、昼から3時過ぎぐらいまではかなりまだ暑いから、全然半袖で余裕。朝夜はちょっと肌寒いぐらい、ね、だから今キャンプでテント泊するには最高で、今日はまあ別に普通に街ブラでちょっと東の方まで来てみた。若干いつもより遠いかな。目の前があの生駒の山の、ここへ暗がり峠ではないな、ちょっと北側で、ここから右側右折したら南の方に行くんで、暗がり方面308号線ひょうたん山のあたりで、あの辺の商店街なんか食べ歩きしようと思います。ネジ、まさに東大阪全開。そして東大阪の道は、ここは結構広いけど、基本そう横の道、西東の道が狭くて交通量多い。若干自転車走りにくい、毎回思うね。芸人のあのモンスターエンジンの西森の方か、神々の遊びで有名な YouTube やってる、あのものづくり系のやつ。どの辺やろ、西森なんかやろ、西森なんかあったらそれちゃうか。まあ今日は休みやけど、今日土曜日なんで。東大阪といえばあの、工場、ラグビー以上ぐらいしか観光、まあ自転車乗り的にはあの暗がり峠とかな。生駒の山は全然まだ夏や1ミリも紅葉の気配なし。あ、猫のところ、ここ有名なケーキ屋さん、美味しいらしい。猫の看板で同じシャノワールだけど、花園競馬場、競馬場じゃないラグビー場、ラグビーの聖地やけど何にもやってない。あ、ラグビー神社、おお、ラグジンや、ラグジン無理やり無理やりか、強くないかラグビー神社。かつてこっちではラグビーの根源たるラグベイという競技が行われたのである、という民命消防的なこと。野球やってるしラグビーやれやラグビーやれや。近鉄ラグビー部、寮、やっぱりラグビーの街やねんな。今そこにあったわ、近鉄ラグビー部って。強いよか。野球はバッファローズですけどね、オリックスや。だから去年は優勝したんじゃなかったっけ。そして近鉄といえばやっぱあのブライアントやろわかるかな、僕の世代はわかると思うんだけど、あのブライアント、めっちゃホームラン打つブライアント。花園の南側はこの近鉄の車両基地みたいになっているから、くぐれる場所がなかった。ちょっと北側から入り直しや。お、ひょうたんマークがあるぞ。着いた、ひょうたん山の商店街。結構ここお目当てに来たのにな、たこ焼き105。やってないやん、なんで。大将に105って読むのか105って読むのか聞こうと思った、当てが外れた。あ、こっちが南橋か。あ、ここ三度や。これまっすぐ行ったらあれ、ひょうたん山、稲荷神社。車両置き場ありますか。ありました。あレンタサイクルもおるじゃん。しまった、100円ばっかりやん。へえ、きつね。ここはあの今度来た時に20円入れるという手にしてすみません
氷炭山のお稲荷さんは割とこじんまりしたところでしたわ。あの山一つ全部神社みたいな京都の伏見稲荷ほどではない。あそこが特別なだけ。ここまで片道もう20キロ以上走ってるからぼちぼち帰るか。あ、キャリアがある。はい、結構おしゃれなんですよ。来た来た、このね東大阪っぽい混み具合で、ここから右に行くと生駒方面、例のあの暗がり峠方面行ってしまうので、絶対ここからもう右には行かん。すぐすごい坂になるから。シャリでこの舗装路を単にキコキコ登るという時代はもう俺の中では完全に終わってしまった。マウンテンバイクある時にはまあ走ってもいいかなって感じだけど、基本はやっぱオフロードの下り、いやもうしんどいやもうシンプルにもうしんどいし、別に面白くもねえし、スピードも出ねえしよ登りな。マウンテンバイクな、またパーツが足りんくなって、ずっと外に置いてあったから、まあ、これな、これあのグリップ変えてあるんですよ変えたグリップもこれ雨にさらされるから、ノリがこれね、ブルックスのこの革のええやつ、ノリがな、革は別に問題ない、グリップ部分ノリがね。で前につけたゴムグリップはもうベトベトになって、これ触った段階でも手につくからもう捨てた。グリップ変わんとあかんね。3000円やまた。たまたま止まった交差点、これ右側ピリピリ。あそこ一回行ったよな、焼肉屋さん、肉屋さん美味しかった。ランチじゃないと食べれない。おお、なんかこっちに乗ってる。ちょっと飛ばしすぎやないかちょっと飛ばしすぎやないか、バイクオートバーイを。一気に天神橋まで戻ってきた。天満宿に肉の餌が、どこやねん、餌がじゃない、天神橋天山やん。なんか買い食いしたいんやけども、飲みの時間やん。晩あ、ベビーカスがある。ベビーカス、あー、なんかやっぱりベビーカスって言うたらある露店のイメージがあるから、こういうところで食べるのはなって感じだ。あ、熱達はまだ空いてるな。これ買っていこうか。何が美味しかったっけな。なんか美味しかったんやけど、どうですか。こういう感じになった。はい。結局今日もパンです。いただきます。うん。うまい。で今日は5時間ぐらい乗って、だいたい片道22、3キロで往復なんで45キロ、50キロは行ってないと思うが、45キロは超えてると思う。で5時間や、まあ、しばらくぶりに乗ったけど、やっぱりね5時間45キロ使ってるとやっぱりはっこれで泊まりがけでチャリ遊びするとして、1日50キロ走れるなら、こいつが持ってくれるなら、まあ、そこそこの場所に行けるんで、キャンプ行っちゃいますか、この方。設営とか大丈夫かな、大丈夫か、そんぐらいは。